北海道岩内郡の一岩内郡は、北海道尻部市総合振興局の郡。人口17,409人、面積375.51桂平方メートル、人口密度46.4人、桂平方メートル、以下の2町を含む、1879年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記2町及び古郡ー群村の一部にあたる。 室町時代の交渉2年には岩内地方に和人の往来があった。江戸時代岩内郡域は和人地となる。正木派によって岩内場所が開かれていた。陸上交通は都東国から手州国増家郡への道のりの途上であったため、文化年間に岩内郡と余一郡を結ぶ余一山道が開作され、道中の宿場として笹小屋なども設けられた。 また、南の磯谷郡へは、雷電峠が難所となって陸路が途絶えて、船に頼っており、安政年間に、磯谷請負い人のマスや英五郎が、アフシタ伊勢の一里余りを改作し、岩内受け請負い人、前北やニザエが、アフシタ伊東の二里余りを改作、以降、雷電令では、通年の陸路での移動が可能となった。また、この中間の温泉には、 箱館在住の又部をかもりとする家を建て、通行の管理旅客の便を図った。海上交通は北前船も寄港していた。完成年間には岩内神社が創建されている。江戸時代後期の文化4年には岩内軍域は天領とされたが、文政4年には一旦正木藩の元に戻された。天保六の八年頃には天保の基金の強作のため、 道外からの移住者が激増している。安政2年に、再び天領となり、省内藩が警護を行った。翌3年に、岩内山木厚院が解散、そして4年函館奉行が、前田保路にと、発足常見にお手作状を設け水筒栽培を開始している。また、安政6年には、岩内で、家屋84度が消失する大火があった。 母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、岩内軍が置かれた。北海道1.29町村政止工事の岩内軍の町村。ありがとうございます。